やってるんですけど、一人で多分男性が。すいません、こちらです。やらないですよ、やらないですよ、やらないです。いや、撮ってた撮ってたんです。やったことないですよ。 Hey girl、 ブラザー的なノリ頼みましょう。久しぶりですね、いつも。そう、2週間定期で会ってますね。あ、そうなんですね。じゃあ、パンさんは18歳で、はい、外録で外録出れてるんですか、僕。本当に来ないですよ。この距離、この距離で聞かれるんですか。で、どういう人生。いや、やっぱりお笑いしかないって思って18で。この距離でマジっすか、この距離。今目も一緒に。はい、大丈夫です。近いんですよ。あ、ごちそうさまです。本当にこんな感じですよ。しかもノーカットですもんね。ノーカットですよ。編集の隙与えてくれなかったですからね。いいですか。うん、本当に可愛い。たまにはガブの服とか買ってきたらどうですか。お菓子とか友達の子供とかになんかそういうの買うじゃないですか、普通。あ、確かに確かに。たまには持ってきたりとか、服の一つやぐらいガブの新しい色を買ってきましたみたいな。おいでガブ、なんか逃げるんですけど、自分でなんで怯えてますよ、ね、入れられると思ってるんですよ、こんな楽しいのに。ケージにしまわれるって思って。やっぱ、いや、違う、遊ぼって。これカノニコっていう、カノニコですね、あのブランド本ですよ。カノニコやっていうことをちゃんと言います、はいはいはい、調べてみろと。え、だってこれワンセットで40万しますよ、はい、え、普通の人からしたら、まあでも確かに今のご時世ね、廃棄するのにもお金かかるから、はい、そう考えたら確かにね、ちょっと迷惑の部分あるでしょうけど、普通に使う人からしたら、いや、服をもう家で拭いてください、ね、いやいや、革の感じを極力ゴミを出されるさ、人たちで寂しくなりましたね。後で見てほしいです、海にこの風景。これだと今までとちょっと同じは同じで、ソファーがなくなったら、確かに確かに。やっぱいいこと言うな。はい、客観的にね、うん、ちょっとじゃあさっきそれ、もうすぐにやりたくなっちゃったんで、いいですか。はい、じゃあこれは一回飛ばします。腰以外で当てます？あのイメージは僕は言ってたの。こっち向きになるってことですね。当てます？あ、こっち？こうです、僕は。どっち？こっち？こうです。こっちか。あ、こっちでもいいですよ、でも。うん、なんかそっちのイメージがありましたね。そうしましょうか。なんか、うん、いいですか、一回。じゃあ、ちょっと僕の家なんで。はい、あ、でもなんか、よくホテルはこんな感じですけどね。取り出せるし。確かに。もう何も入ってない。花瓶とか言います？花瓶？そこに花瓶なんですよ、それ。私も花瓶買ったんで、いらないんですよ、それ。これ？はい。何ちょっと汚いですよみたいな感じで。いや、そんな思ってない、思ってない、思ってない。めちゃめちゃいい牛乳とか入るやつ。あ、そう、もともと牛乳さ。嘘つけ。また服とかいろいろありますね。はい、40冊ぐらいあれこの前やって、はいはい、30冊ぐらい売れました。おお、いや頑張ったんだ。ハゲてるじゃないですか。ハゲてるじゃないですか。洗剤これハゲてると出しちゃダメです。いいでしょ、それもシールになってるんで。めちゃめちゃ不細工じゃない。シールになってるんで。逆に送ってきてくれません。どれだったらイケメンなんですか。かっこいいやつ。これ僕自分でかっこいいやつ。それファンの方にプレゼントします。ああ、いいですね。ファン言います。次生配信でね、フーミンの。あ、じゃあフーミンチャンネルね。あ、じゃあこれ Vlog で流すんで、はい、風民チャンネルで欲しい人は参加してもらって、はあ、そうですね、土曜日やってるんで、毎週土曜日やってるんで、はい、あ、いいじゃないですか。これでじゃあ4万人の視聴者が映りますね。これ欲しいか。まあ、でも風民ファンは少なからずいますからね、小山さんのチャンネルですよね、はい、あれ今日出ないんですかみたいな人多いですからね。そうですね、風民に Vlog に出てくるとちょっとね、はい、嬉しい人もいますしね。そうそうそう、あ、じゃあいいじゃないですか。いやいや、あーとか言うから吠えてるじゃないですか、ガブが。一番僕がもう来たって26、27の時に初めて、人生で初めて買ったバルマン17万。いや、かっこいい、かっこいい。すみません、そこのカメラの画質が悪いですけど、じゃあ黒と白ちょうどキリがいいのありますよ。今日はあげましたよね。今日はめっちゃもらいました。しかも価値が高いのめっちゃあげましたよね、バルマン。バルマンの黒もこれはストレートの。あ、でも違うか。ちょっと凝ってますね。これは相当かっこいい。
僕が人生で初めて買ったバルバンです。17万ぐらい当時表参道のバルバンで買いました。これもともとこういうあれなんで汚れじゃないですよ。こういうねデザインなんで。でこの僕がヨーロッパギリシャで買ったギリシャかなヨーロッパで買ったバルマン、これダメージのちょっと太めのね、はい、ロールアップして履くようなこれいただきました。20万かける3だとして60万ぐらい。これはイレブンティーっていうイタリアのブランドです。はい、うん、いいね。ビジネスシーンね。これ4本目。4本目。でこれがアクネ。あ、結構いいブランド、いいですね。これ履きやすい。うん、アクネ。これも黒ね。でこれは今日じゃないけど。だいぶ前にあげたやつ。それ何でしたっけ？ね、これニールバレット。ただのブランド好きの兄ちゃんみたいになってますね。で今日は短パン。短パンコーデ。それはアーペーセー。アーペーセー、これアーペーセーって呼びます。APC って書いてアーペーセー。いいじゃないですか。であとちょっと毛色が変わった黒の。黒の短パン。それインコテックス。インポートものの。違いますね、スリムフィットで。まあいいけど、いいけど。これか？スーパー、それは生地、素材、いい生地ですよってことですね。スーパー100。ドイツで買ったユニフォーム。それかっこいいですよね。それ普段着でやってください。まあサッカーでも使いますけど。オフホワイト！それいいですよね。それゆったり着る。フェンディ。フェンディ、かわいい。まあ僕が着れなくなっちゃって。かわいい、めっちゃかわいい。でまあこれそれミューズ、これね、あの6000円ぐらいで買いました。パーカー定価はね1万超えのやつですけど、それセールで買ったやつ。チャンルーとかあげましょうね。チャンルーとか、それテレマークやつね。それテレマークやつ、まあでもいいですけど。カンビさん、ジャスティン・ビーバーが使ってたと言われてる同じネックレス、ネックレスもあげてます。すごいな。ありがとうございます。よし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 、やったー。よしよしね、ソファーもいただいて。そう、ソファー手伝ってもらったんで、ちょっと今から掃除しますけど、ソファーも綺麗になったし、本もね売ってくれるから、はい、本もいただきました。すごいですね。あ、行くんじゃないですか。780万。まあまあ、それ道路交通法的には OK なんですか、それ、その姿勢は。いや、これ怖いけどね。でもちょっと必死なやつみたいですよね。もうちょっと下げたいですよね。でも余裕はあるんですよ、後ろ。え、もうちょっと下げれそうじゃないですか、こいつ。じゃあ戻しましょうか。え、やめましょうか、戻しましょうか、部屋に。もう持ってこいよ。いいっすか。いやいや、出てきます。外録チャンネルの距離いいっすよ。Better figure out fast who the hell you could trust. If you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want. You don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path. Can you figure out love or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact? Go get it. If you wanna go get it, get with it. Ain't nobody gonna give it your ticket. Gonna take a quick minute. Don't quit it. Figure out your own limit. Life is a test. The best make progress. Figure out what is next and carve a path. Yes, no, they never second.事務所到着です。今から打ち合わせします。打ち合わせ終わりまして、ちょっとランチも食べてないんで、ご飯探しに行きます。カイロ行ってきます。でその後一軒会食があるので出っ放しです。では行ってきます。今日は63,000使わせてもらって、死神さんお疲れ様です。いや、焼き肉ごちそうさまでした。お疲れ様です。ごちそうさまです。じゃあ気をつけてくださいね。はい、お疲れ様です。はい、はい、ふみんとまた焼き肉行ってきました。麻布十番です。帰ろ。多分 LINE 電話だったら僕あの途切れたことないんで、もしよかったら、はい、3年実質無金利とかもあったりするんで、ある意味まあ、 あの売上が減少してるとか要件があるんですけど、まあそこら辺、はい、ちょっと会計の本のこれゲラというか、まだほとんど最初の方なんですけど、ちょっと修正というか、
文章を書いてます。今日も打ち合わせをして、いよいよ夏頃ですね、夏頃に、もう出版できるようなスケジュールで、本当にライターさんとか編集者の方含めて、動いていただいてます。で、僕も当然専門性のところは僕がね、チェックしたりとか書かなきゃいけないので、その図だったり文章を今夜な夜な書いてます。あと3ヶ月ぐらいで、はい、世の中に出ると思うと、はい、めちゃめちゃ嬉しいです。本当に本は4冊、5冊ぐらい出してるんですけど、本当に初めてですね、こういう会計の使い方とか、会計ってそもそも何とか、エンタメではないですけど、面白く読める本っていうのは初めてです。それまでは本当に専門書みたいなことをよく書いてたので、資金調達とか仮想通貨、暗号資産の税金とか、はい、なので個人的には、1冊目のつもりで書いてますし、こんなにチームで、本を出すの初めてなので、意外にも、めちゃめちゃ可能性を感じてます。めちゃめちゃいいものができるし、個人的にも逆の立場だったり読みたいというか、まあ、僕が受験生だったり、それこそ監査法人で働いてる時とかでも見たいなと思えるような内容なんで、嫌いにならない本だと思います。会計がすごい楽しく読めますし、第一歩として読むにはすごいいい本に近づいてる気がします。これからさらに図とか漫画とかいろいろ入れるんで、さらに読みやすさ増すと思うんで、どうしよう、10万部とか売れたらっていう感じです。12時ぐらいなんですけども、ジム行って今日は足トレしたいんで、足トレして、で明日も実はパーソナル、入れたので、パーソナルも行くんですけど、まあそんな感じで夜やりたいなと思います。では引き続き頑張ります。してないんで、これも逆になんですけど、バランスがね、自炊だと僕は多分悪くなるんですよ。いろんなね、食材とか料理とか食べたり、出されたりするんですけど、食材買うのも限られてるんで、自分のレパートリーなんで、なんかちょっとその辺いろいろちょっと聞こうかなと思って、栄養的な話もということで、今日は楽しみにしてたんですけど、一応1時間半か2時間ぐらいがっつりちょっと行ってきます。そして先ほど解説した通り、卒業は動画人事会とか、目標を達成できなかった場合、通常は本社学部をですね、返還を行うということになります。本日はまたです。3月29日に概要資料の更新が行われました。何も食べずに、はい、終わりました。で、初めての動きというか多かったんで、めちゃめちゃ勉強になりました。まだ横浜の駐車場なんですけど、今日あげる動画の、ファースト版が上がってきたんで、そのチェックをしてました。こういう時車とかいいですよね。待ち時間でも誰に迷惑をかけるわけではなく、さっと仕事できるん でプライベート空間いつもなく最高です。皆さんこんばんは。少しは久々に事件解説動画を使用していきたいと思います。今日のテーマなんですけども、夜ですね、今車内でお題が聞きたいと思います。4月3日土曜日に1本目公開する日本公認会計士協会近畿会コラボの
最終の最終の動画のチェックをしてます。結構何回もラリーしました。それをさらに重ねていって、いろんな新たな取り組みをやりながら、トミーさんケースの、全部で4本上げますので、はい、エンタメ要素もある発信というのは日本公認会計士協会始まって以来だと思うので、関われたことは大変ありがたいです。こういうふうにね、協会としての発信、そういうところにも一役買えたと言ったらあれですけど、お力添えできたのはめちゃめちゃ嬉しいですね。伸ばしてきた甲斐があるなという感じで、まだまだ道半ばなんですけど、こんな感じでね、新しいことですね、これまでなかったような情報だったり、楽しさですかね、エンターテインメントを、僕個人的には本当に届けていきたいなと思います。チェックしよう。例えば具体的な活動内容に関しましては、ではちょっと渋谷にフットサル行きます。久々に渋谷の駅の屋上、 2,3 年前結構そこでもう毎週やってたんですけど、久々にそこでやってきます。今日も慶応大学友達プラス僕がね 2,3 人、招待してちょっと蹴ってきます。ちょっと腰痛めて久しぶりなので、もうかなり緩くやってきます。では行ってきます。全然わからん、めっちゃ迷った今日の夜ご飯は、実はランチも同じ店で頼んだんですけど、 Uber で頼みました。チキンも今ちょっとまた絞ってますんで、ヘルシーにしました。梅干しは追加しました。あと納豆が、いただきます。セミナーね、もう3つぐらいいろいろオファーをいただいてて、それのちょっと下書きね、結構面白いセミナーができるなと思います。もう会計士で現に今、会社も経営して、いろいろね、そんな私だからこそ話せる資産形成、運用、はい、そんなお話をね、ちょっとしたいなと思ってます。めちゃめちゃダメになると思います。これは机上の空論ではないというか、自分でも実践してますし、あと世の中的にかなり合理的な、はい、やり方をお話しますんで、楽しみにしてください。お話される方はね、特に、はい、じゃあちょっとやります。I didn't know, but now I'm 21, it's all I've given.